これはまさに94年当時の服装をしてますね。なんだろう、なんか土方の人が履くズボンみたいなものなんですね、これ。で、これはロシア旅行した、ソビエト旅行した友達が買ってきた赤軍の帽子なんです。で、これはクリーニング屋でバイトした時に客が取りに来なかったスーツをくれたんですよ。つまり全部もらい物ですね。もう本当貧乏だったんで、服ももらい物ですね。まあ、なんでこんな絵をね、展覧会で選んだのか。全く意図が見えないんですけど、私なら選びませんけどね。もう絵画はほとんどもう終わりだなと思って、こうかなりやばい状態で追い詰められてましたね。もうなんか9回裏で5点差ぐらいの感じでしたね。もうなんかまずいなと思って、やってましたね。そういう緊張感がちょっとなんか今思い出されますね。これは一番安くなるからですね。ベニヤ板が一番こう広い面積を取れるということです。経済状況とかその保存のコンパクト性とかそういうのが一つ理由として、自分の中ではあるわけなんですけど、まあ外面にそれはあまり関係ないんですけどね。案外ね、そういうこうつまんない事情でみんな物事をやってるはずなんですよ。どうせそんなもんなんですよ。まあでもこれじゃやっていけないですよね。これをずっとやり続けててもやっぱダメだと思うんですね。絵の具芸ではダメだっていう。